古式大橋は、鹿児島県薩摩仙台市の古式島列島の鹿島町、井ム田と上古式町平らを結ぶ橋である。鹿児島県道351号鹿島上古式線の一部を構成する。全長は1533メートル。2020年8月29日に開通。名称決定前の歌唱は、井ムタ生徒歌峡。古式大橋の位置する古式島列島は、 薩摩半島の西、東、シナ海に浮かぶ列島群であり、上古式島、中古式島、下古式島の友人三島及び多数の無人島からなる。古式大橋はそのうち中古式島と下古式島を結ぶ橋である。古式島列島内の島同士の架橋としては、1994年に古式大民心橋とかの子大橋が、 共用済みであるが、イムタセトで隔たれた中古式島と下古式島の間は唯一の未開通区間となっていた。また、同区間の交通手段は、海上交通であるフェリー及び高速船が唯一の交通手段であり、島間の移動は出港時間に左右されていたが架橋により自由の往来が可能となる。また、医療、防災体制の充実や、 観光振興も期待されている。2006年度より、イムタ瀬戸の佳境について事業化された。この古式大橋は着工されている、延長 5.1km のイムタ瀬戸佳橋航空港区の架橋部分である。橋は片側1車線で、歩道はないが、徒歩や自転車でも通行可能である。開通後の橋の総延長 1533m は、鹿児島県内で最長であり、 日本国内の橋としては、島並海道の来島海峡第三大橋に次いで十八番目の延長を有する。また、PC 連続箱下田橋の最大島町は、航路幅を確保するため百六十五メートルであり、北海道の平原大橋に次いで国内二位である。古式大橋は、p c 三景観連続箱下田橋の第一橋と、p c 四景観連続箱下田橋の第二から四 橋からなり、時間割は、第一橋が五十八点五メートルプラス百点零メートルプラス五十八点五メートル、第二橋が百十点零メートルプラス百六十五点零メートルプラス百十点零メートル、第三3四橋が七十六点五メートルプラス百十五点零メートルプラス七十六点五メートルである。総幅員は七点七メートル、有効幅員は六点五メートルで、 内訳は0.5メートルプラス22.75メートルプラス0.5メートルである。下部は地盤が良好のため P12P13 橋脚が井筒基礎である以外は直接基礎である。上部校は張り出し仮設工法で仮設された。道路規格は第三種第四級である。1960年代より古式島の自治体4村は 協議会を設けイムタセとの加強について何度も、陳情を重ねていた。1991年には、地元自治体から構成される、古式島加強建設促進規制会が設立された。2006年年度には、一般県道黒浜推進船イムタセと加強事業、として、新規事業採択され、事業化されることとなった。事業主体は、鹿児島県。 事業化された時点で試算された、全体事業費は220億円、費用対便益は1.24であった。同年工事着手となった。同年8月11日には、県道の路線の変更が行われ、路線名が、黒浜推進線から、鹿島上古汽線に変更され、起点が、中古式島の薩摩仙台市上古式町、平らあざ黒浜から、 下古式島の薩摩仙台市鹿島町イムタに変更となった。下京部は2011年度から着工し、事業費は約230億円が計上された。現場の風が特に強く、海上部の上部港の施行については特に風が強い、当期は休校期間となっていたという。2018年には平成30年台風第24号の影響により、 橋脚に設置されていたクレーンが倒壊する事故が発生している。2020年4月21日に開通日と共鳴を鹿児島県が発表し、開通前の8月23日には、開通を前にウォーキング大会拡大の影響により冬眠限定となったが実施された。8月29日に開通式が挙行され、鹿児島県知事、塩田孝一、薩摩仙台市長、 岩切秀夫らが参列し、テープカットが行われた。同日15時に、古式大橋を含むイムタ瀬と河橋高区の開通に、伴い共用が開始された。開通から9日後の9月7日、古式島列島付近を通過した令和2年台風、第10号により、鹿児島県道349号手打ち、イムタ高線の鹿島町イムタと下古式町長浜の、 間の護岸壁が高波によって崩落し、地下に埋設されていた水道管が破損したことにより、鹿島町イムタの259戸が断水する被害があったが、古式大橋を利用し上古式島から給水車が派遣され給水支援が行われた。ありがとうございます。